こんにちは、タカです。今日は8月3日土曜日です。今日もね、昼間にピアノのレッスンに行ってきたんですが、なんと今日でピアノ教室を辞めました。まあ辞めたというかね、ちょうど丸3年経ったのと、先週ねピアノの発表会があったんで、一つの節目かなと思って卒業することにしました。これまでね、河合の音楽教室に通ってたんですが、レッスン環境であったり発表会の機会をね3度もいただいたり、本当に感謝してます。それと何といってもね、私をゼロからね教えてくれた、3年間教えてくれたねピアノの先生に本当に感謝してます。本当この先生だったからこそ3年間ね、楽しく続けられたかなというふうに思ってます。今日ね、辞めますっていうのすごく辛かったんですけどね、まあいろいろ私もね、これからどうピアノと向き合っていくか考えたいと思ってて、ちょっとね環境を変えようかなというふうに思ってます。まあ大事なのはこれからなんですけど、辞めてみてこれからね、まあ独学にするのか、また新たにねどっかピアノ教室を見つけるのか、まあこれをよく考えたいと思うんですけど、まあ3年なんでね、これから独学でやっていくっていうのはちょっと難しいのかなというふうには思ってます。10年後にね自分がやりたい姿というのを思い描いているんですけど、まあそれに近づくには独学じゃなくてね、やっぱりまだまだプロのね指導者にレッスンを受けてね教えてもらわないと多分近づかないだろうなというふうに思います。ただね、いろいろ今日もピアノ教室をこう調べてみたりするんですけど、なかなかね、大人の男性を受け入れてくれるピアノ教室っていうのもね、まあ、限られてくるし、自分のね、希望の曜日時間帯に合うところがねあるかどうか、ちょっと探すのに苦労しそうだなという感じはしますね。どこのピアノ教室もねやっぱり空いてるわけじゃないんでね、本当隙間というかちょうど空いてるところがね自分の希望とはまるかどうか、ちょっと難しいんかなと。まあそういう意味ではね、河合とかヤマハとかね大手のピアノ教室の方はそれで調整がね、まあ、つけやすかったんかなと思うんですけど、まあその辺はね今は考えてないんでね、大手はね個人のどっかピアノ教室に行けたらいいかなとは思いますが、まあどっちにしても今月はねちょっとゆっくりマイペースでね、練習していこうかなというふうに思います。しっかりね、目標を立てて計画を立てて、自分のね、ゴールに向かってね近づいていきたいと思います。まあピアノってね難しいよね。5年10年じゃ弾けないっすね、ほんとね。まあ自分がもう54歳なんでね、そうは言ってもそんなにピアノライフもね、長くないと思ってるんで、まあ楽しくやるのが一番なんですが、ある程度ね上達しないとまたその楽しさというのもね、違うと思うんでね、また頑張りたいというふうに思います。ということで今日はそれだけの報告でした。またね、来週から来週再来週ね、盆休みで連休になるんですけど、まあ楽しんでね、ピアノを弾いていきたいと思います。じゃあ今日は以上、これで終わります。タカでした。バイバーイ。